せーの、レディーステディーステミレイツ、ゴミちゃん、ピコー。はい、4月になりましたね。お花見の季節がやってまいりました。背景の桜めちゃくちゃ綺麗じゃない？実はなんと、今日が桜満開の日らしいんですよ。イエーイ。ということで、本日の企画は、オフの日にメンバーお花見に誘ったら全員集まるのか、ドッキリー。イエーイ。ドッキリというか、全員来てほしいなって思って、今日はですね、大きいレジャーシート、これがね、もう一個横にね、あるぐらい、結構デカめのブルーシートを引いて、全員来る前提でですね、待っていこうかなと思いまして、ちょっと全員に、オフなんですけど、まあ電話をかけて、誰が一体ここに来てくれるのか、全員来てくれるのかっていうのを見ていきたいと思います。そしてステミレイツ、私たちは4月20日、岡山キングダムに行ってツアー回ります。そしてその翌日の4月21日には京都ファンジューさんにてライブを行います。岡山京都と2日間連日にあるので、ぜひ皆さん一緒に移動してお越しください。チケットの方は概要欄でゲットできるので、この機会に会いに来てください。よろしくお願いします。待ってるよ。ということで、レッツゴー。じゃあ電話かけますか。この後ご飯だったり食べ物だったりっていうのは準備するんだけど、まず誰が来るのかっていうのをね、みんな何してんだろうな。私オフの日は基本あやのんと遊んでるんですけど、あやのん基本誘ったらすぐ来てくれるの。だからあやのんは来てくれんじゃないかなーって。キララとかもね、ふっかるだから来そうな気もする。すぐ来てくれそうな人から順に行くと。ちょっとあやのん電話かけますね。かけます。何してんやろ。もしもし。あ、もしもし。ねえ、何しとるん今。買い物してるけど。今日ね、知ってた？桜満開の日なんだって。あ、そうなの？早ない？え、そうだよ。だけど今日逃したらもうあと散っていくだけ。マジ？そう。ってことでさ、花見しようよ。花見？今から？今から。なんでそんな急なん？もうね、うちさ、レジャーシート持ってきて敷いてんのよ。え、一人？うん、寂しい。マジか。ちょっとさ、まだ解体もあるから、え、それ終わったら行く。だからすぐ来てよ。だって寂しいんだもん。一人だよ。現在地送るね。オッケー。まあ暇やし行くわ。やった。イエーイ。あやの来ます。やっぱ持つべきものはあやの。買い物をしてたらしいんだけどね、来てくれるということで、まず一人確保。続いて、いや多分ね、あきらはいいやってなりそうなんだけど、ゆきっぺも家の中から桜見るわぐらいのなんか感じな気がするんだけど、キララはね多分アウトドアだから来るんじゃない。電話かけてみます。キララに。もしもし。ゴラガラガラやん。どうした？待って、びっくりした。え、多分寝起きすぎてガラガラやった。あ、寝起き。え、今日予定ないの？今日はまあ夜ちょっとなんかあるんじゃないかな。今お花見してるよ。もう桜ですか？今日はなんと満開の日です。え、今日満開だったっけ？そうなの。じゃあ普通に夜行こうかな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ねありがとう。え、違う。そうじゃない。うちはお花見したくて今電話してんの。なってるわに。当たり前よ。夜見た方がいいですね。夜雨降るよ。暗いよ。今日夜台風だから。だから昼が大事なんだよ。昼出るとなんかもう花粉やばいんだよね。じゃあ花粉の薬持ってきとくわ。そんなもんはもう効かないんですよ。キララきつそうだもんね。確かにね。場所遠い？え、近い。都内行くか。やったー。よっしゃ、送る。現在地送る。はい、待ってるわ。イエーイ。やったー。キララなんと来てくれるようです。嬉しい。なんか順調すぎない？やっぱキララはお花見で桜見ながらビール飲むみたいなね、大人のお花見に釣られました。あとアキラとユキペか、来てくれるかな。
はアキラを電話します。なんて言ったらアキラ来てくれるかな。ワンちゃんとかめっちゃいるよみたいな。え、結構いるんだよ。ワンちゃん散歩させたりしてくれんかな。電話してます。出るかな。もしもし。あ、もしもし。ねえ、今日何しとるの。世界の平和を頼もうかなって思って。ねえ、いいってそういうの。え、ちょっとさ、ゴミちゃんのお願い聞いてよ。じゃあお花見しよう。お花見って何。桜見んのよ。桜見って何すんの。桜見ながらご飯食べて、うん、お酒とか飲んでほのぼのするっていうピクニック花見みたいな感じよ。けどお花見も、え、マジ早い。待って、したことない。お花見したことないの。行く、する、する、トイレ準備していくわ。え、もうすぐ準備して。絶対行く。お、やった。なんか来てくれる。本当に来るかな。あきらこれ来るって言って来ないパターンあるかな。怖くなってきた。あの半信半疑なの。いやでも返事ではね聞きましたから。あきらお花見したことないらしいね。お花見処女いただきました。イエーイ。あとはゆきっぺだ。ゆきっぺ電話かけます。出ないかも。わあ、切れましたね。ゆきっぺ電話出ず。出なかった。ちょっと時間置いてかけてみようかな。来てほしいけどな。急に呼び出して全員来るってあんまないじゃん。現在地みんな送ったので、誰が最初に来てくれるのか待っていきたいと思います。まだかな。誰も。だけどちょっと見て、メンバーが来た時用にお菓子と飲み物と、あ、たこ焼き売ってた。たこ焼き、焼きそば。人が来たら食べたいんだけど誰も来ないよ。うわ、シャボン玉飛んでる。おのぼのしますね、本当に。すごい、一人で、待って、一人でおのぼのしてる。アキラ来た。騙されちゃった。アキラが来ました。本格の人でしょ。なんでよ。やったー。やばいよ。びっくりしたって。すごいカメラ回ってるさ。お話そんな。そんなんてか言わんで。満開でございます。すごいね。私初めてこういうの。ちっちゃい頃とかしない。しなかった。しなかった。嬉しい。え、これゴミちゃん買ってきてくれたん。そう、一緒食べよう。え、めっちゃ優しい。嬉しい。お花見といえばなさ感じじゃん。ちょっとお菓子食べたり。え、めっちゃ嬉しい。たこ焼きそばが。食べよー。二人。いや、二人一応ね、みんな誘ったの。うん。まあ、ゆきっぺは電話出ない。今、着拒されてんだけど。まさか着拒。他はね、来るって言ってくれてる。ほんと？あきらも来るって言ったけど、なんかテンション高すぎて、いや、こうやろうなって思ってたら。内容聞いたら楽しそうすぎて。マジ？嬉しい。嬉しい、ありがとう。え、ちょ、飲み物何がいい？乾杯しようよ、乾杯しようよ。あ、めっちゃ冷たい、優しい。イエーイ、バイバイ、イエーイ。公園で何かをするなんて。レジャーシートを敷いてなんかご飯食べるみたいな体験好きなのよ。え、よくない。いや、すごい。初、ね、え、やりたい。やりたい。で、食べていい。え、食べよう。これもまだね、熱いから。よかった、冷める前に来てくれて。嬉しい。え、パーティー焼けしちゃっていい。パーティー焼けしちゃっていい。しよう。やばー。パーティー焼けって何だっけ。いや、うそやろー。キラキラ。どんな開け方になるそうなのに。パーティーだ。ひどいよ。工場。ほぼ落ちてる。落ちてる。これで、今日も日本は幸せです。いやね。猫飼ったでしょ。あ、実は私猫を昨日飼いました。突撃しに行こう。え、マジで可愛いよ。マジで行くかい。企画のために飼ってくれたんでしょ。絶対メンバー家に入れない。猫に毒仕掛けるめっちゃおもろい。ママがいなくなったの。猫実猫実されそう。ツイッター見たけど甘えん坊さんみたいな。めっちゃ可愛い。なんか姿が見えなくなったら泣くみたい。超可愛い。可愛いよね。家から出れんくならん。そう、本当に。え、よく猫飼う前にさ、うん、言ってたじゃん。そう、いや、家から出れんくなるよって、うんうん、で、いや、猫ちゃんってほとんど一日 寝てるじゃんって思ってたの、うん、もう分かった。言ってる意味が出れんでしょ。寝れんでも愛おしくないもん。てか、なんかさ、ケージから出してたら寝てたらお腹の上とか来るじゃん。そんな可愛いんだね。来るんですか。来るよ。めっちゃもう甘えん坊
すぎてくるくる。もうなんか小学校のうちはマジで超無縁棒だからいっぱい動かしてあげた方がいい。カメラ持っていくね。カメラは画面。猫どっか行けそうだもん。嫌だったり逃がしてみたとか言う。やばすぎる。どんぐらいに猫ちゃん家に馴染んだ。うちでも2日くらいで馴染んでた。嘘でしょ。マジでうちのホタテどこにでも馴染むし誰にでも馴染んじゃう。え、すごくない？その後来たアサリとかが上にもういたから全然馴染んでくれなかった。途中で猫ちゃんって増えると馴染まないの？やっぱ体の大きさとかがあるから。ウニもいたしさ、体格差とかで。おカメラが回っとれないかい。ヤッホー、おつありがとう。意外じゃない？おつ意外じゃないよ。めっちゃ意外じゃない。一番最初に来てくれたの。え、しかもあるのできるのが先に誘ったの。もうすぐ来てくれた。タクシーで来た。かわいい。かわいすぎるでしょ。え、食べよう食べよう。何これ何これ。乾杯しよう乾杯しようよ。のんさん、カップしよう。え、そういうこと、うん、思ったよ。私も思ったけど、もう気にせず猫の話聞いてた。お花見誘ったらみんな来てくれるのかっていう検証中です。私企画内容知らなかった。え、一個言って、なんでこんな舐めてんの。もうちょっと平らなところで花見して。お花とほら、近くにいたいじゃん。めちゃくちゃ斜めやで、めっちゃ。さっきから転がりそう。ちゃんと体幹使っていこう、体幹。思った以上に急勾配。気張ってるわ。頑張りしようよ、頑張りしようよ。こんなとこで置いたん、おもろ。あのが来ました。ゴミちゃんクオリティやな。お花見3人目、乾杯。え、これそうなの。2人はキララは来るって言う。キララってユキッペは着去着去。まあまあ、ユキッペっぽい。あいつオフの時にもう連絡取れへんから。違いない。でも現在地は送っておいた。来るの遅いメンバー残さないで食べちゃう。3個しかないから。え、食べちゃう食べちゃう。そのあとキララだけじゃん。あ、大乗りもある。そういった、メンバーが集まる割には飯あんまない。してくれるのが予想外で。ああ、私はね、正直ね、ゆきっぺの着去はまあわかる。ゆきっぺは絶対来おへん。起きとるよ、起きとるけど。あ、電話鳴ってるわ、ごめん。出たらなんか誘われるんやろうなって。やめたやと思う。撮影日以外は着去、メンバー全員。撮影日だけ解除してくれる。撮影日だけ。うまっ。めっちゃうまいね。銀だこのたこ焼きだったよ。いや、でもちょっとお花見したかったから嬉しい。めっちゃ思った。私初、ね、初よ。初村上もしてないね。だってもう終わっちゃうからね。そのね、この上緑やで、ね。ね、確かに葉っぱ。え、これだって桜じゃないっしょ。これ緑やで、ね、桜じゃないの。桜あっち。桜満開なこれ。満開よ。あのね、こっち側さ、とも桜もあんま少ないけど、あっち側にめっちゃあるの。めっちゃ桜あって。メスだろ。じゃあここミスやん。いや、だって人多いもんな、あっち。人がすごいの。もうどの場所に置いても、めっちゃ人映る。ね、うん。でも、マジで、思う。急勾配。鬼の急勾配。ちょっと滑ってんだよ、足。今日さ、あのストッキング履いてんだけどさ、うん、ちょっとどんどん足が下に移動してんねんけど。足も足でさっきから何回も戻してるよ。なんだこれ。落ちないように支えてる。マジ、うちなんかずっとおるけん慣れたわ。多分慣れとる。絶対誰もいい人と思ったのに。嘘やろ、アキラ。いや、マジ意外だよ。嬉しい。去年なかったじゃん。お花見なかったよね、去年。なかったなかった。そういう系やってないね。すごい嬉しい。今さ、中目とかにもさ、めっちゃあるじゃん。ちょっと屋台か、うわーみたいな。あれも行きたいんだよね。あ、嘘、食べよう。中目すごいよね。すごいよね。中目すごい。たださ、こういうのはできないじゃん。うん、この、はいはい、なんかレジャーシート引いて、ゆっくり座って食べますみたいな。だって、メトロは、ね、あの川があるところを歩くだけも。そうなの、そうなの。でね、こういうのね、ちょっとしてみたかったんだよね。マジでいいね。お父さんとさ、お母さんと来てる娘さんめっちゃよくない？わー、わかる、思う、ね。え、お父さん休日キャッチボールしてるさ、息子とかちょっと。もう理想やん。ええやん。理想の家族。絶対に結婚したらやりたいやん。ね。ね。夫じゃなくて足がキャッチボールする。あー、でもいいね。全員でさ、キャッチボールしたくない、家族全員で。そういうとこ来たらバドミントンとかもしたくない？あー、わかる。わかる。
結婚したい。もうあの結婚相手募集しますっていうの企画するかもしれない。やろうかな。マジ私ウィズやろうかな。それやったらこっちや。動画でやって。動画で。意外とイケメン来るかもしれん。ほんしかも Tinder で結婚相手探すのはミスすぎるやろ。 Tinder 絶対にダメだろ。私でも毎年さ友達やってるんだよ。頼み？バッティブだもん。え、毎年やってんの？超いいじゃん。いや、ちゃんとブルーシートじゃなくて写真映えみたいな。クマさんとか。え、わかる。あの赤白のさ、うん、かわいい。かわいい女子がやってるやつを一枚。わかる。でも今年やってる。立たない。じゃがりこは立ちます。じゃがりこは。ここやばいな。確かに。やばいよね。やばい。お前斜めにすぎなくてさ。ここでなんかグミちゃんもやってくれるの。今日は呼んだので。なんか披露してくれる。披露してくれる。何ができるかな。あれってか。猫は。もう猫連れてこいよ。違う猫ちゃん連れてきたら逃げちゃうじゃん。この動画撮り終わった後逃がしてもう一回動画回す。あーダメだよ。ダメだよ。みんなペット連れてきてるやん。マジで羨ましいなって思って。え、猫もさ散歩してる猫いるよね。いるたまにいる。ね、実際あんま良くないっすよ。なんかあのびっくりしちゃう音とか。あーまあね。なんか結構さ猫環境に変わるとストレスとか言うじゃん。うん、家に住んでるからね。家が。え、でも外出る猫もいるやん。うん。そう。詐欺。あ、詐欺だ。桜。あ、いや。ある。ある。詐欺や。ある。このここの下。この下ですか。一言目みんなこれやね。そらそうやろ。詐欺や。やっほー。やった。あ、どうぞどうぞ。やったー。何このやつそば。あげないよ。何あげないんだ。疲れてたの。そんな女子力高くない。いや、マジビビった。来ることに必死。嬉しい。めっちゃ来てくれるよ。珍しくね、全員揃い。あと、ゆきぷ。ゆきぷは連絡取ってない。取れてない。取れてない。タックされてる。てか、普通にめっちゃカメラ回ってるなとは。いや、嘘つかしいんだよ。カメラなんじゃないかと。こちら回っております。カメラなんじゃないかとお花見感じていました。出ましたらお花見来てくれるのか。イエーイ、来てくれました。え、なんかじゃあもっと満開のノリで。いやいや満開やん。ね、この位置取りどうした。いやいやいや満開ですよ。負けで負けた。いや画面を見てみて、うん、こう見たら、まあまあまあ画面的にはね、いろいろ間違ってる、うん、いや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 寒いし晴れてないし。待って待って待って、みんな言い過ぎ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 。あの全然外を出てちょっと歩いて気づいた。あ、これ今日じゃねえわ。しかもこれビールとかでなんか宴みたいなノリ。キララ、はい、うつやさんいだー、みんなで乾杯しよう。こういう感じなんですよ。すごい遠いし、うん、何よりめちゃめちゃ遠い。公園ってでかいね。そう、でかいのよ。ここ入って着いたと思ったらさらに遠いよ。つかへんの。いやでもよかった。乾杯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 。お花見来てくれました。珍しい。余韻マジすごいことだよ。一人あったと思うよ。一人の可能性か。だから話行こうかなと思ったら、いやでもなんか一人の可能性高いなと思ったから話行こうかな。え、それで来てくれないよ。優しい。一人の可能性高そうと思って。マジなんかお花見ってコンテンツすげーよな。喉かや、喉か。4人いて、やっそばいって。やっそばいって。え、なんか4人も来ないと思った。40万人って、まだまだだな。まだ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 。100万人やったらやっぱ、やっそばくらい用意してる。そう、お10とかもなんか、マジお10、お10、だんだんだん。10万で焼きそば1個なのに。どこいちひどく。いやでもさ、ね、年齢っていうか下がってからね。最初の頃もっとなんかさ、こういうとこやったじゃなかった。ほんまに経費なくなったんやな、もう、わかるよね。ライブに来てください。物販チェキいっぱい買ってください。グッズで生きてます。お願いします。来年のお花見は豪華にしようね。豪華にしたいです。ぜひライブね、あの岡山京都次あるからね。ぜひ。なんか気持ちよくなってきた。でもさ、そう外でさ食べるさ焼きそばってめっちゃ美味しくない？やっぱり違う。わかる。なんかちょっと遊ぶやつ持ってきてん。遊ぶやつはバドミントンするっつってたやん。え、バドミントンしたいよね。バドミントンするっつったから来たまであるよ。じゃあジャン負けバドミントン買いに行こう。分かってないかよ。じゃあ来てもらうことに必死で。何するかな。泥系でもする。いいよ。子供心を忘れない。泥系好きよ。ケイトルが一番遊びの中ですよ。ダルマさんが転んだやろ。あーリアルな。あ、じゃあこの木ね。あ、そう。近い。急勾配急勾配。ママの
もうしんどい坂がすごいだよ。ということで、ゆきっぺはね、もう来ないみたいなのでしょうがない。はい、あいつ最近の出席率悪い。ゆきっぺはもう来ないというオフのことだったんですけど、オフって決まった日はもう絶対に来ない。歯医者行ってるの今。今日は接骨院かもしれない。今日は接骨院か。この前は歯医者だった。来年にかけよう。来年のお花見は、ね、ぜひやろう。バーベキューしようよ夏。あ、バーベキューしたい。バーベキューいいな。最高。夏はバーベキューしようね。この後なんかじゃあ運動しようよ。やろう。ちょっとせっかく来たので。はい。あー、全然思ってた話と違ったよ。なんなんこれ。くそー。はい。いやでも嬉しかった。電話に出てくれた人は全員出てくれたから。よかった。よかった。お酒は夜ね。この後。夜ね。はい。みんなもぜひお花見してみてください。はい。お花見してみてください。お花見 PR。はい。ということで、今日の動画が面白いと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日も見てね。バイバーイ。